ようこそジュエリー花島へ。2024年これが来る、ジュエリーについてお話しいたします。皆様明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年も何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日1月1日、はい、2023年すごくおかげさまで忙しく楽しくいろんなことがあった1年だったなっていう、はい、振り返るとともに2024年1月1日、はい、辰年。辰年ですか。はい、龍。龍、縁起いいですよね。縁起いいですね、はいはい、そんな1年にしたいなと思いながら、はい、あのこの動画を撮ってます、はい、でタイトル申し上げた通り2024年ジュエリー業界これが来るぞっていうのをすごく試験ですけども新年初日から言っちゃおうかなと。聞きたいですね。はい、思ってます。ジュエリー業界ってあまりトレンドっていう意識はファッションほど濃くないのかなとは思うんですけど、うん、一応あるのはある。あります。ただあの若干プロモーション入ってます。あ、なるほど。例えばあの、はい、こういう宝石を認知度高めたいよねっていうところで、はい、まあ、あるブランドがいろいろタイアップして、はい、広告打っていくとか。私が話していくのはそういうことではなくて、はい、ジュエリー業界の、まあ、ものというよりはことというんですかね、こういうのが今後より流行るんじゃないかなっていうところでお話しできる。ものというよりことを。ことの方です。面白そうですね。はい、行ってみます。行ってみましょう。はい、何個かセクション分けてお話しするんですけど、はい、一つ目が最近結構こうデータでも出てきてるんですけども、ブライダル業界。ブライダル業界、まあ、ブライダルジュエリーと言った方がいいんでしょうか。はい、この分野において、まあ、だいぶ変化が起きてくるんじゃないかなと考えてます。なるほど。例えば婚約指輪、はい、取得率、まあ、送られたパーセンテージってどんな風になってると思います？今どんどん減ってるんじゃないですか。その通りです。所得の問題だとか、あとは非常に合理的に考えてらっしゃるっていう思考の問題もあります。なるほど。で、特に男性側が送りたくないとかではなくて、女性の方がいやそれよりも結婚生活に重きを置きたいという。なるほど、はいはい、そういう意見がかなり如実に数字に出てきてるんですね、はい、ただこれ面白いんですけど、じゃあ結婚して10年後どういうことを思ってますかっていう問いに対しては、やっぱり欲しかった、うん、やっぱり送りたかったっていう声もあるんですよ。なるほど、はい、なので偏った、まあ、そういうデータっていうんですか、情報だけ見れば、はい、取得率減ってるんだなって思いきや、ちょっと長期スパンで見ると実は違った側面があったりっていうブライダル市場があるんですね。でそこで実際に来るお客様とか含めてなんですけども、お母様とか、あとはそれこそおばあ様から譲り受けられた縦爪と呼ばれるジュエリーのリフォームで婚約指輪を作られる方は今年以降より増えていくと思います。はい、それはリフォームの認知度が上がってるっていうこともあるんですか？あります。あとは受け継ぐという、はい、伝統あるちょっとヨーロッパ的な、はい、そういったこう文化が日本にもできつつあるなっていうのをすごく感じます。なるほど、はい、それがまずブライダルジュエリーの、ブライダルジュエリー、はい、お話、はい、そうなっていくんじゃないかなと思ってます。婚約指輪で節約した分結婚指輪豪華にしようとか、そういうこともある。そういう傾向も今見えます、はい、あともっと言ってしまうと、結婚指輪毎年変えようっていう、えちょっと前ですよ、ツイッターで見ました。おしゃれなことか、はい、そんなおしゃれなこともあるんだ。あります。ただその分一つあたりの単価はライトにする、はいはいはい、数万円いいですよね。例えば3年後とか、はい、なんか節目の時に買い替えるみたいな。そうです、そうです。そういった考えもあるっていう、うん、なので昔よりももっと本当多様性になってます、はい、ですから あまりこうしなきゃいけないっていう考えよりは、自分たちらしく、うん、描いていかれるのがより今後のこう夫婦像というふうに思います。はい、結婚相談所の人みたいになってきました。本当ですねで2つ目なんですけども、はい、まあ、今のリフォームっていうお話にかけて、今後よりリフォーム相談される方増えると思います。さっきのお話からの続きみたいな。からもあります、はい、というのもやはり今日本ってどういう社会かというと、うん、まあ、高齢化社会とも呼ばれてますけども、それに伴ってジュエリーを継承していく方が増えていくんですね、はい、そうすると実際私ものお店でも、この石何ですかとか、うん、そういう相談いっぱいあるんですよ。で一つ二つじゃないんです、はい、たくさん持ってこられる、はいはいはい、
で1名2名じゃないんです、はい、増えてます。そうするとその宝石に対しての、まあ、価値というもの、どういった背景でそれを譲られたとか、うん、それに対してじゃあこの宝石はこういう宝石ですよっていうお伝えしアナウンスしていく、まあ、我々の務めというのが今後もっと大事になってくると思ってます。はい、なるほど。昔はこう昔バブルの頃なんかは新しいものを作ってそれが消費されていく時代だったんですけど、はい、これからは、まあ、消費もしつつ大事に受け継いでいく、うん、大切にこう使っていくっていう考えがもっと深まると思いますから、リフォームはより注目度高まると思います。いいですね、はい、リフォームする方が増えてくれれば、はい、嬉しいですよね。嬉しい限りです。やはりいいものはずっと使えますから、特に宝石は、はいはい、それが2つ目、はい、で3つ目がですね、まあ、個性を表現するっていう視点から、カラーストーン、カラーストーン、パライバトルマリンとピンクダイヤモンドの注目度っていうのは今後もっと上がっていくはずです、はい、もうでも数ないのにまだあります。大丈夫です。まだ大丈夫です。大丈夫です。でカラーストーンっていうところに一つもうこう大きなテーマバッと投げたんですけども、はい、私どものホームページに365日の誕生日石あると思うんですけども、はい、あちらのですねアクセスすっごい増えてるんですよ。伸びてるんですか、はい、まあ、そういうの分かりますので、はい、すごく皆さんやっぱり、うん、注目されてるっていうのを感じます。お、例えば1月1日生まれの私何の石なんだろうとかで検索して飛んでみる、はい、そうすると自分の誕生石というものがあるわけなんですよ、うんうん、私の誕生日石宝石ってこうなんだ、で私の色ってこうなんだっていうことでカラーストーンという自己表現はもっと増えると思います。まあ、見てるだけでも楽しいですもんね。そうなんです。で実際 YouTube 見ていただいてご来店されたお客様のお声を聞くとすっごく詳しいです。そうなんですね、はい、すでにたくさん持ってらっしゃる、はい、で例えば青色が好きです、うん、そこから青色の宝石って何ですかっていうと、まあ、サファイアとか、はい、ブルーサファイア、はい、有名ですよね。でそこから、まあ、パライバトルマリーンとか動画でもお話ししてたんですけども、うん、もう詳しい方だとアパタイトっていう宝石とか出てきたりとか、はい、あとはインディゴライト、はい、まあ、トルマリンですね、はい、そういったところまで、あとはシーブルカルセドニーとか初めて聞きましたね、はい、そういうちょっとまだ動画でお話ししてないようなカラーストーンっていっぱいあるんですよ、はいはい、それを知っている方がどん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 増えてる。どこで知るんですか。おそらく今ミネラルショーだとか、はい、ミネラルマルシェそれカラーストーンをこう一度にバッと見れる、はい、催事がよく開催されてるんです。あ、そうなんですね。東京ですと池袋とか、はい、あと渋谷、あと埼玉の方とかでもやってらっしゃるので、はいはい、そうするとより自然に近い状態で割と価格も、うん、お求めやすいところで一度に見れるっていうところで、はい、どんどん人気が出てるサイズだと思います。まあまあでも確かにその見てて楽しいということとつながると思うんですけど、はい、素人目にも綺麗かどうかが色で分かりやすいっていうところが入りやすさのポイントかもしれないです、ね、はい、ただまあやはりそこで知識ではないんですけども、うん、高度だとかその宝石の特性っていうものをこう合わせて知っていただくと、はい、よりその今後のジュエリーに仕立てていくっていうので楽しめると。なるほど、はい、思います。カラーストーンから入ってダイヤモンドに行く方っていうのも結構いらっしゃるんですか。はい、いらっしゃいます、はい、まあ、でも間口が広がればいいですね。そうですね、はい、より認知度が広まって、うん、ジュエリー業界といいますか宝石に対する興味がベクトルが皆さん向いてくださればというふうに思います、うん、そうですね、はい、分かりやすくカラーストーンから、そうです、誕生石から入っていただいて、はい、そうです。そして4つ目はファンシーカットダイヤモンド、なんでですかっていうと、はい、今ダイヤモンドの鉱山鉱脈ってどんどん減ってきてるんです。ダイヤモンドも減ってるんですか。減ってます。ダイヤではなくて、はい、ダイヤモンド全体も減ってきてます、はい、あとはその2030年ぐらいに、まあ、取れてたところが閉山する可能性が高いとか、うん、いろんな情報今出てるんですけども、はい、やっぱり減ってきてる。そうするとファンシーカットの時少しお伝えしたと思うんですけども、ぶどまりって言って原石からこう取れる面積の量がファンシーカットの場合ラウンドと比べると、うん、そうか、はい、確かに広いんです。そうすると良質な原石からではないと
カットしにくいんですよね、うん、もちろんそうではないものも流通している部分はあるんですけども、はい、やはり綺麗で、まあ、こう輝きを楽しめるっていうファンシーカットはもっと希少になっていくはずなんです、うん、だからこそ丸を持っている方は次の、まあ、ここも自分の自己表現っていう、 こうアイデンティティを表すものとしてファンシーカットのダイヤモンドちょっと注目していただきたいなって思ってます、はい、特に私どもで取り扱ってます、うん、ラザールダイヤモンド、はい、ファンシーカットあるんですね、はい、エメラルドカットや、はい、ラディアントカット、まあ、四角い形なんですけど、はいはい、もうこの10年以上入ってきてないんですよ、そうなんですか。え、社長からもオファーをしてるんです、はい、ニューヨークに直接、はい、買うから、はい、送ってくれ、うん、もしくは私が社長がニューヨーク行った時に見せてほしい、うん、ないんです。ないんですね。なぜないんだ、はい、ミスター花島見合う原石がないからだ、そうなんだ。そうなんです。厳しいんですね。はい、より厳しくなっていくと思います。でもその市場に出回る量っていったら相当その比率で言うと回ると、はい、その他のものファンシーカットって言った時には比率的には全然1対99みたいな、はい、イメージでもそのぐらいでよろしいかと思います。やはり丸の方が多い、はい、でファンシーカットの場合ですとこう形がやっぱり個性がいろいろありますので、はい、どれが正解っていうのが一見難しいっていうのもあるんです。そうですね、はい、まあ、車で例えるとちょっとあれかもですけども、うん、まあ、ミッションの車みたいな、あ、はい、マニュアル車みたいな、より通好みな、そうです、ちょっと手なずけるのが難しい、でも自分好みの出会った時には、はい、やっぱ嬉しくないですか。目で方がまた変わるというか。そうですね、はい、なのでダイヤモンドっていうんでしたら、うん、まあ、丸もいいんですけどもファンシーカットちょっとおすすめ、丸持ってる方におすすめ、うん、おすすめです。丸持たれてない方はうーん丸からいきましょう。丸からいかれた方がいいかなと思いますね。ただもう貫いていらっしゃる方っていらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、例えば今この2024年においても SNS も全くやりませんとか、はい、そういう方はいいかもしれない、はいはい、そこまで貫いていらっしゃる方、うんうん、はい、っていうところでファンシーカットで最後、はい、5つ目におすすめしたいのはゴールドジュエリー。ゴールドジュエリー、ゴールドのジュエリーです、はい、あの地金系っていうんですかね、はい、昔で言うと騎兵とか、ああの石をつけてない、つけてないタイプのパッと今思い浮かばれた方もいらっしゃるかもですけども、はいはい、あれに限らずゴールドを使ってるジュエリーっていうのは、まあ、今後もっと人気出ていくだろうし、あとコーディネートとしてより需要高まるんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、特にフェアリーのゴールド、はい、覚えてらっしゃいますか、はい、とても素敵な、はい、あれ見ていただきたいです。で例えばですけど自分が持っているものがプラチナしかないっていうお客様多いと思うんですけども、そこにゴールド入れるとなんかちょっとこう ざわつくじゃないですけどいいのかなって、はいはいはい、こう自分に対して疑問投げかけちゃうお声結構聞くんですけども、うん、全然大丈夫です。そういうふうにもっとコーディネートを楽しもうっていう、その発想からイエローゴールドからピンクゴールド言ってもいいと思いますし、はいはい、実際目の前でお客様自身がプラチナイエローピンク重ねた時に感じる感じ方、うんうん、つける前とつけた後全然違います、はい、私ピンク似合うと思ってたら、もちろんピンクに似合ってらっしゃるんですけど、うんうん、イエローの方が映えるじゃないっていう。なるほど、はい、ですからゴールドは、まあ、金相場のね、はい、あのそれもあって注目度はあると思うんですけど、それはそれです、はい、ジュエリーのゴールドはまた別物として改めて注目していただければなというふうに思ってます。ざっくり以上です。5つ出しました。もっとこう絞って、うん、宝石名とか言った方がいいかなって思ってたんですけどはい、はい、だからそれを言うとちょっとこう、うん、なんかもっとこうトライしてもらいたいというか、うん、やっぱり自分の目で見て自分の感性を高めて宝石と向き合っていただきたい、はい、そういう意見もあります。そういう意思というか、そうですね、はい、なので安直にここで私がこうだって言わずに、うん、ちょっとパッと投げかけて、うんうん、私ならどうなんだろうとか、俺だったらどうなんだ、私ならどうなんだっていうふうに自分に問いかけてほしいなっていうことをご提示して、はい、2024年を始めたいと思います、はい、素晴らしいです、はい、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、面白かった、勉強になったっていう方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。